電気高騰長引く家計圧迫電気高くなるで北海道電力34%値上げ申請、まあ、まだいい方なんですよこれヨーロッパなんかほんと3倍とかですからねまあよくまあ3割ぐらいで済んでるというねことですよ標準よりも791円高い東電1月比でね791円高いと電気料金過去最高でちなみに値上げ申請ですけどもまあ 29%31%28% 北陸は超高 ちょっと高、四十二パー。まあ、それでも、まだ一点五倍まではいってないわけですけれどもね。まあ、もうヨーロッパなんか何倍とかですから。それに比べたらまだまだですけど、まあ、それでもね。日本国内でこんな電気が上がるっていうのは、これは結構厳しいですよね。ですから、オール電化の家は、まず最悪ですね。私、いつも言ってますでしょ。電気で暖房を、暖を取るのはやめなさいと。まあ、ガスにしておきなさいよって、ずっと前から言ってますけども。 オール電化の国は今大変ですよだってほら電気だけで暖房ってこれものすごい無駄なことやってるんですよほら寒波来ましたでしょ寒波じゃあ外気何度ですかって話ですよじゃあ仮にねほら東京だって朝マイナス6度とかありましたよねこれねどういうことが起きてるかというと暖房ってまず外気取り入れてますよね外気を例えば20何度とかにするわけですよ例えばねじゃあ25度設定とかまあ20 23度でもいいですわマイナス6度から23度ってこれ何度上げるんですこれ30度上げなきゃいけないんですよ <laughs> マイナス6度からスタートですからね電気使っちゃいけないって言ってんじゃないですかベースはガスがいいんです私の自宅はガスなんですねガスなんですけどもどうしても寒い時にちょっとエアコンつけることあります一応エアコンついてんですでもガスですね給湯は全部ガスですそれで例えばどうしてもちょっと寒い時にちょっと補助的に電気を使うだからこれの一番いいんですよ 足元だけだからだってね暖房バーってやると部屋全部でしょでもこれって足元だけだから これがいいんですよ。だから、ガスを基本にしておいて、ピンポイントでね、足元温めるとかいや、こういう感じであ、暖炉いいですよね。おすすめは湯たんぽですよ。我が家、湯たんぽですから。湯たんぽいいのは乾燥しないの。ちなみにね、ガスの暖房って乾燥しないんですね。湯たんぽは乾燥しないんです。湯たんぽってガスですからね。あ、猫。猫はいいですよね。あうちの場合、娘だったりしますけども。<laughs> <laughs> だから、お湯沸かすでしょこれをね、湯たんぽに入れますでしょこれは朝までぬくぬくですから、もう布団のなかポカポカですからね。もう暖房もいらないわけですよ。<laughs> 薪はいいですよね。薪ストーブ最高にいいですよね。ただ、マンション、もうこれ私東京ですから、東京のマンションだと、薪ストーブはさすがにちょっとね、使えないんですけどもね。あと、いいのは、灯油ストーブを置いておくと、そこでお湯沸かせるわけですよね。で、オーブン料理とかできちゃうわけですよ。何も用事なくても、夜間置いといたら、 水蒸気出て喉にも優しいっていうねだからねなんていうのかなオール電化ってマジ最悪ですよね停電になったら家のキーも開かないんですよもちろん冷暖房も全部止まりますよね給湯もなければトイレだって流れませんからねもうオール電化の家も最悪ブリブリですからねだからベースをガスにしてると今回だいぶ良かったはずですねだから電気のエアコンで部屋の温度を電気のエアコンだけでねっていや考えたらそれはそう と電気代ひどいことになったはずですよやっぱりねもういつものことですけどももうお箱になってますから言いますけれども電気ってどうやって作ってんですかって話なんですね基本お湯を沸かして作るのが電気ですからねだからガスとか石油だったりとか石炭とかを燃やしますよねでお湯を沸かすわけですよで蒸気が立ってその蒸気の勢いでタービンを回して電気を作るわけですよねその電気でねまた暖房にしちゃうわけですから <laughs> 一度お湯を沸かしてもう一回 一回お湯を沸かすわけですからねそんな非効率なことないわけですよなんかお湯を沸かすのも電気で沸かすのはダメですよ非効率ですよねお湯を沸かすのはガスで沸かせばいいそして一回でお湯が沸くわけですから電気ってお湯沸かした結 が電気でですすからねこれ一度お湯沸いてんですよそれで沸いたね蒸気の勢いで電気になってるだけですからねこの電気からまた熱を取るっていうのはものすごい効率悪いんですということですよだから石油ストーブとかガスのね暖房とかここら辺は電気の暖房よりよほど効率がいいわけですからというわけでねだからそういうふうにしとけば電気代が高くなっても停電が起きてもストーブはつくわけですからねまあねまだいい方ですよ とにかく、湯たんぽですわ。<laughs> 夜は。ほん、本当にいいから。<laughs> やってみてください。湯たんぽ本当にいいんですよ。ものすごいコスパいいですよ。朝までもうぬくぬくしてますからね。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。